皆さんこんにちは、作曲家の西村直樹です。今日もウィナースタジオからお送りしています。今日2016年1月の23日土曜日、今日の崇波の言葉は千載一遇、千載一遇です。そして、今日の BGM は坂本龍馬の一生を描きました坂本龍馬フォーエバーのアルバムの中からふるさとをお送りしています。このアルバムは高知新聞創刊100周年記念ということで、当時の高知新聞社の社長でした岩井俊夫さんから制作が依頼がありまして、このアルバムができました、ここにも、帯のところに書かれていますけれども、推薦の言葉、西村直樹さんの情熱と魂が吹き込まれた最新作ができました。悠久の時を感じさせる調べ、躍動感あふれる旋律、高知新聞創刊100周年にふさわしい記念譜が完成したと思います。この CD を通して高知新聞100年の鼓動奇跡を少しでも体感していただければ幸いに存じます。高知新聞社代表取締役社長岩井俊夫という書きをいただいています。この文は、この写真は今も桂浜に立っている、そして遠く海を見つめている坂本龍馬の銅像ですね。龍馬が生まれて亡くなるまでの一生を音楽に表現をしてみました。今日はその中からふるさとをお送りしています。桂浜には龍馬のこの銅像と、そして坂本龍馬記念館、高知県立坂本龍馬記念館があります。さまざまな龍馬に関する展示があります。そして訪れた人たちは皆さん、龍馬への手紙を書いて帰られます。いろいろな人がいます。悩んで来た人もいますし、ただ訪れた人もいます。それは皆さんそれぞれですけれども、でも龍馬の熱い意志を感じた、もう一度生きています、そんな文章もありました。それだけでも本当に素晴らしい。平成の時代、今本当に乱れている世の中、もう一度平成の龍馬が現れることを望んでやみません。皆さんはいかがですか。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。